んにちは、森です、今日は埼玉県東松山市にある円ゴルフレンジさんにお邪魔しています。今日は、パターの、芯の捉え方についてレッスンをしていきたいと思います。結構パターはなんとなく、適当というか感覚で打ってる方がすごく多くて、基本的に何を どういう風に打ったらいいのか、握ったらいいのか、振ったらいいのかっていうのを分かってない方が結構多いなというふうに感じたので、今日はこれをテーマにレッスンしていきたいと思います。基本的な振り方、打ち方を習得すると、もうおそらく結構感覚とか適当でやってる方が多いので、なんかちょっと自信が持てるようになる。で、自信持てるようになると、ショートパットとか特にそうなんですけど、自信持って打てるようになると思うので、インパクト緩んじゃって、ボールが変な転がりしたりとか、カップに嫌われちゃったりとかっていうミスを軽減することができると思うので、ちょっと今日はこちらを皆さんにお伝えしていきたいと思います。まずポイントとしては3つあって、1つはグリップなんですけど、結構みんなショットと同じで両親指がその正面に来ることがすごく多いと思うんですけど、これを横から握るんじゃなくて、下と下から握ってあげる。どういうことかって、右の親指が右のグリップの角に来ますよ、左の親指が左のグリップのこの角に来ますよって、下と下で握ってあげる。横と横じゃなくて下と下です。なんでこの握り方がいいかっていうと、横と横だと、いい意味こう手首を自由に動かせちゃうので、フェースが開閉、ブレやすくなってしまうと、やっぱ芯の捉える確率も低くなってしまうのに対して、下下に握ってあげると手首がある程度固定されるので、まっすぐ引いてまっすぐ出しやすくなる、イコール芯を捉えやすくなるっていうところで、下と下でまず握ってあげるっていうのが一つポイントとしてあります。2つ目がグリップをとにかく緩く握ってあげる。結構ギューッと握ってこう手首を固めて打っちゃう方すごく多いんですけど、手首を固めて打っちゃうと手の力が強いので、戻ってくる位置がこうバラバラになりやすくなる。で、力を抜いて振ってあげると、振り子の原理でいつも同じところに戻ってきやすくなる。ヘッドの重さを使っていつも同じところに戻ってきやすくなるといったメリットがあるので、できるだけ緩く握ってあげる。特に親指にギュッとこう力入っちゃう方がすごく多いので、親指はなんなら離した状態で触れるぐらい緩く握ってもらって大丈夫です。はい、最後に3つ目のポイントなんですけど、3つ目のポイントはグリップエンドを支点に振ってあげるというところです。ちょっと2つ目のポイントで触れたところではあるんですけど、結構みんなパター打つときに、ここのグリップエンドを支点にというか、この支点が動いちゃう人が結構多いんですよ。多分手首を固めましょうとかっていう、多分意識からグリップエンドこう動いちゃう方が多いんですけど、そうすると手元がこう高く上がっちゃうとかだと、こうボールを押せないので変なスピンがかかっちゃってカップに蹴られやすくなったりとか、あとはロングパット届かなくなっちゃったりとか、視点がずれるので、それこそ真ん中の位置がずれやすくなるんですよ。なのでグリップエンドの位置はできるだけ動かさないようにして打ってあげる。表現でしっくりくるかどうかちょっとわからないんですけど、パターもヘッドを走らせてあげるっていうのをちょっと意識してもらいたい。結構みんな自分のパターのストローク動画撮る方結構少ないと思うんですけど、意外と撮るとこう手がこうやって動いちゃう方結構多いので、グリップエンド動いてないかなっていうのを意識して練習してあげると芯を捉えやすくなりますっていうところ3つのポイントになります。まず1つ目のポイントが、グリップ横と横で握らないよ、下と下で握りましょうね、そうすると手首が固定されるか安定しますよっていうところ。2つ目はとにかく緩く握ってあげる。
まあ、これは振り子のちょっと原理を使いやすくするためっていうところですね。受け受け親指は離した状態で触れるぐらいの握る強さにしてあげましょう。3つ目がグリップエンドをできるだけ動かさないように、ヘッドを軽く走らせてあげるように意識して打ってあげると視点がずれないのでいつも同じところにヘッドが戻ってきますよ、イコール芯を捉えやすくなりますよっていうところです。ぜひご自宅で自分でパターのストロークも正面からちょっと取ってもらって確認してもらえるとすぐ分かると思うので、ぜひ皆さん試してみてください。ご視聴ありがとうございました。